平野紫仕様、キッコーマン CM で輝く。プライベートには心配の声も、キング・アンドブスの平野仕様が、キッコーマン食品の焼肉のタレ、キッコーマン我が家は焼肉屋さんの新テレビ CM に出演している。その CM 企用が多い理由や、彼の仕事への真摯な姿勢について、注目が集まっている。 平野紫仕様はジャニーズ内でも単成なルックスを持ちながら天然な言動でおなじみの存在である。その個性的な魅力により幅広い層から絶大な人気を誇っている。今回の CM では気候満マン食品の我が家は焼肉屋さんのイメージキャラクターとして起用され、実家暮らしの息子を演じて焼肉を堪能する様子が描かれている。 この CM は平野の普段のイメージにぴったりと合致しており、視聴者からも好評を博している。平野仕様は現在、キング・アンドプスのメンバーとしての CM 出演に加え、個人としても複数の CM に出演している。その多くの CM が成功を収めている理由について、あるテレビ局関係者は明かす。平野さんが出演する CM で使われる商品は、 非常に売れ行きが良いと評判です。例えば、彼が宣伝した構成の美容シャンプー、ジュレーム IP は、一時期品切れになる店舗もあったほどです。平野さんのファン層には、購買力のある中高年の女性が多いことも関係しているのかもしれません。一方で、彼の仕事への真摯な姿勢とは裏腹に、プライベートについては心配の声が上がっている。 テレビ局関係者は平野のプライベートについて心配していると述べる。彼はコロナ災い前から仕事と家を往復する生活を送っているようです。他のタレントやスタッフと外で飲みに行ったという話も聞いたことがありません。以前、橋本環奈さんがバラエティ番組で映画の共演者同士での飲み会に何度か平野さんを誘っても断られたというエピソードを明かしていました。 彼は天然な性格であり、現場では共演者から愛されており、周りの人との壁を作っているわけではありません。ただ、余計なお世話かもしれませんが、息抜きをしているか心配ですね。一方、広告代理店関係者は、平野が外で遊ばないように見える理由について以下のように説明します。 テレビの印象からは意外に思えるかもしれません。が、平野さんは人見知りなところがあり打ち解けるのに時間がかかるんです。お酒もあまり得意ではないそうですので、飲み会となると遠慮してしまうのかもしれません。ただし、金プリのメンバーとは食事や買い物に行くなど、息抜きの時間を過ごしていますよ。 ヒラの仕様のプライベートでの過ごし方は個人によって異なるものであり、何ら問題があるわけではありません。彼の内向的な性格やプライベートの選択により、ファンからの支持を受けているのかもしれません。ヒラの仕様は CM 企業が多い一方で、バラエティやコンサートなどでも高い評価を得ている。 彼の仕事への真摯な姿勢と個性的な魅力により幅広い層から支持されています。これからも彼の活躍に注目が集まることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。